一郎、人生を変える出会い。いつも番組をお聞きいただきありがとうございます。番組からお知らせがございます。この番組人生を変える出会い、連動してですね、今回新たに音声プログラム瞑想の基本と実践というものを北川先生とリリースさせていただきました。この番組でもこれまで何度も瞑想の回お届けしていきますが、今回新たにですね、先生とスタジオでこの音声撮ってきました。まあ、そもそも瞑想とは何か、なぜ必要なのかから、具体的な方法、最適なタイミングや頻度に至るまで、瞑想の基礎知識とポイントをまず先生にお話伺っています。そしてその後ですね、先生自ら5つの瞑想の導入をいただいています。緑色、ピンク色、黄金、金色とピンク色、そして金色と緑の瞑想ということでですね、それぞれ先生に導入をしていただいていますので、こちらホームページの方にも記載がありますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。それでは本日の番組をお聞きください。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。北川先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先生、前回ね、まあ、コロナから学んだこと、学ばされたことということでお話をね、していましたけど、とても10分やそこらではもう終わらないということで、今週も引き続きなんですけど、先週のね、先生最後で、やっぱりこれだけもう地球規模で本当に完全に、まあ、何かストップするっていうのは、今までの、ね、人類史上というか、なかなか、まあもちろん戦争、大戦はあったと思いますけど、まあ、それに匹敵か、ひょっとしたらそれ以上のインパクトがあると考えると、ちょっと大げさなんでしょうかね。どう見てますか、先生。すごいことだと思いますよ。前は人間同士が殺し合ったと思うんですよ、戦争とか。まあ、別の意味では事実もありますけれども、今はそうじゃなくて、なんかこの地球を作った、なんか大いなるものの意志みたいな、まあ特に、あの微生物が絡んできて、人間が、人間同士が戦うのではなくて、はい、そういう、こう、神を相手に戦ってるような感覚もちょっとあるような感じがするんですね。うんうんうん、なんか得体の知れない恐怖っていうかね。うん、その中で戦ってる。でも、世界中がしてることは僕なんか限界を超え始めたんだなと思いますね。人口が増えすぎたこと。あ、はい、なんかこう人間がおごりに入ってたっていうかね。うん、だから、なんか、金槌ではなくて、げんこつぐらいかな。うん、神様のげんこつを食らわされてるっていうか、うん、お叱りっていうか、お仕置きっていうかね。そんな感じがしますね。うん、もっとひどくなったら、もっとビシッと、もっと強いお仕置きがあるかもしれませんけども、今はなんか、げんこつをこちんと頭に、神様の原骨を食らわされたような感じがしますね。だから、ここで学ばなければ、もっと大きな、お仕置きが来るのかなっていう、ちょっとそういう恐怖もあります。早川さん、どう思います？いや、でもなんか、ふと今お話伺ってて、ちょっとこう、シンクロというか、フラッシュバックしたのが、この番組と連動してね、まあ、サポーターの方、応援してくださってる方に、毎月音声、別途お届けしてるじゃないですか。その時先生覚えてらっしゃるか分かんないんですけど、去年の9月10月で神の見えざる手って話してるんですよ。ああ、はい、はい。過去にもそういうやっぱりいろんなことで神の見えざる手って動いてきたけど、ひょっとしたらこの先、うん、まあ、何百年か経った時にまた少しずつそういうの起きてって結構いろいろ変わるんじゃないかっておっしゃってて、その時ああ、そうか、もう何百年先なんだみたいに思ってたんですけど、思わぬ形で本当に何百年どころか今年来てるよみたいにちょっと感じましたね。しかも、先生おっしゃった話と、まあ、今僕も話しながら思ったんですけど、自分で言っちゃいましたけど、なんか思わぬ形で来るんですね、こういうのって。そうだね。環境問題とかいろんなのでいつかこうなるよっていうのはもうこの数十年何かでみんな聞いてましたけど、この形で来るとはちょっと思ってなかった。神様ってなんか不思議というかっていうのをちょっと感じましたね。なんか昔は絵図とかなんとか人間のなんか生存そのもののストップをさせるような、うん、それで来るんか、その手で来たのかなと思った、病気という形でね、来たのかなと思ったけれども、今回は、なんか、恐怖という形で人間を縛るんだなと思いましたね。恐れていたね。実態はそんなにこう、たくさん、皆さんが、地球の半分の人間が病気、コロナにやられたっていうんではない、一部の本当の何パーセントと思うんですけれども、でも、そこにあるのは、こう、自分も、
巻き込まれるかもしれないという恐怖というかね、うん、身近になったっていうので、あ、恐怖という形で人間をこんなにも縛ってしまうことができるんだっていうことを、完全になんか地球上の経済がストップしてるっていうことは、すごいな、ストップさせたっていうことはすごいなと思ったんですね。うん、で、やっぱこれはなんか、いろんなことを学ばされてるなと思いますね。なんかね、僕は思うのは、まあ、じゃあ喋っていいですか？ああ、もちろん。なんか人間の都合だけに合わせた都市生活といいますかね。はい。あれがまあ、行き過ぎたんやないか。行き過ぎたんだなと思いますね。うん、この、お国みたいなところでもね、もうほとんどの家が、あの、クーラーついてるんですよ。ああ。で、ガスなんですよね。うん。で、もう、暖かいし、僕、この間本当に思ってて、朝起きてから何気なくこう、まあ、桜が咲いて美しかったから、コーヒーを沸かして、それも豆で挽いて美味しいコーヒーを飲んでたんですね。はい、これは、ひょっと聞いたら、これ、10年前よなんて、こんなに自分で豆挽いて、なんか、いい、遠い国の、コロンビアと遠い国の豆を挽いて、なんかコーヒーとして飲むことなんてなかったんですね。うん、これがなんか自分なんか人間のおごりなんだなと思いましたね。それを当たり前に思ってたもんね。こんな楽しい思いで人間の都合でガスでパッと火を沸かして、うん、なんかよその国からもらったコーヒーで豆を引いてゆったりの飲んでる自分なんて、なんかこれ人間の都合だけの都会生活じゃないか。こんな田舎でもね。うん、なんかそこにこう、あ、これがなんか行き過ぎたんだなって思いましたね。都市への一極集中と文化的な生活を我々が望みすぎている、その裏、あね、過密によりこう空気の汚れとか増水とかから密閉して、ビルを密閉してしまうから、コロナのようなものだと、あね、窓を開けないといけないとか、うんうん、私が泊まってるホテルなんか、前、以前のホテルは、安ホテルだったけれども、はい、窓が開かないんですよね。うん、つまり、もう開けない、外の空気を入れないっていうようなホテルがいっぱいあったんですよ。だからまあ、あれは、本当になんか、都市生活に極集中の限界っていうかね、まあ、いろんなことを学ばされますね。エネルギー源の使いすぎって思いますね。人間だけの。いろいろそこから発展すると、そんな風に思ってしまう。うん、なんか自分だけ、人間だけが人間の都市生活を送るために、なんか人間の都合で地球上のエネルギーを勝手に使ってるんだなと思いました。そんな感じがしましたね。行き過ぎたんだな。オーバーに対する警告も一つかなっていう感じがしますね。だからね、ずっとおっしゃってる、その、オーバーしないっていう話がまさにもう、オーバーしちゃったってことですかね。もう総じて人類が。なって、僕みたいに田舎にいても、あんな美味しいコーヒー飲めるよね。豆いいっていうかな。うん。まあ、その辺の自然界の資源のこう過剰な運営っていうかね。で、まあ、自然界と住み分けを超えてしまったんじゃないかなと思うんです。他の生物との住み分けがあったと思うんですね。ところが、まあ、それがこう、なんか、超えてしまって、まあ、森林の破壊とか、うん、から動物をこう周りから追い出しすぎたとか、から、いろんな動物を、こう、お肉として、こう、食べすぎて、うまいというだけで、こう、なんか他のいろんな動物を、なんか食べてるというのも、なんか異常な感じがしますね。だから、そういう自然界に、人間の経済利益を持ち込みすぎたのではないかな、と思いますね。例えば、こう、害虫を殺すとか、殺虫剤を使うとかね。で、または、特定の栄養だけを入れ込むとか、あるじゃないですか。はい、美味しいものをいっぱい作るとか、人間の欲求に合わせて、でそこで経済が絡んだこう生物や、なんか植物の育成とか、なんか霜降り肉とか無茶なことやってるじゃないですか。美味しいものを作るために。もう、本当にその中、やっぱ行き過ぎやんって思いますね。都市生活の快楽と便利と美味しいものを求めすぎている。まあ当然来るべきしてきたのかなーって今は思ってますけど。そうですね。なんか先生が言うともちろんすごい説得力あるんですけど、でも先生だけじゃなくて、まあ僕もそうですし、聞いてる人もそうですし、みんな薄々はやっぱりどっかで当たり前ですけど気づいてたはずですよね。なんかいつかはみたいな。うん、でも、みたいに。
なんかね、生物分布の適切な、こう、秩序っていうのがあるじゃないですか。あると思うんですよね。それを無視してきたっていうかね。そして、今、破壊しすぎたんじゃないかな。で、そうすると、生物世界も狂ってきてるんじゃないかなって、思いますね。人間の欲って思念とかいうのもが、ずっと広がって、微生物世界に対しても、こう、向こうが怒りを持ってきてるんじゃないかなっていう。なんか、コロナも微生物社会の怒りのような、怒りの表現のような感じはしません？八幡さん、どう思います？本当そう思いますね。まあ今までもね、毎年というか最近その新型のインフルエンザって、まあね、その SARS とか MERS とか別のコロナウイルスもありましたけど、なんか本当に今回、まあ一つのきっかけに過ぎないかもしれないですけど、なんか今までの悪い意味でのコップの水にずっとそういう何か怒りとかいろんなね、神様の何か溜まってたものが、なんかついに、ここさ、ね、うん。感じが、今までも警告はたくさんきっと、まあそのね、まあそれこそわかんないですけど、震災とかいろんなこと全世界であったんですけど、ついにちょっと溢れちゃったなっていう感じはするなと思いつつ、ただ今、やっぱり思い出したのは先生が、まあ、番組でも多分何度もお話しくださってますけど、ただ、やっぱりね、八方塞がりだとしても、先生がいつも言ってね、天を見上げればあと2歩空いてるというか、だからまだ僕らは当然できることやらなきゃいけないことあるのかなっていうふうには思いつつ、まあ、まさに今日のこの番組じゃないですけど、いろいろ考えさせられてるところなんですけど、その辺も先生にまさに伺いたいんですよね。それこそこの、どうこれから生かしていくか、どう生きていくか。ちょっともう一つ思ったことは、ちょっと中国を非難するわけではないんだけれども、中国にこう頼りすぎてるというかね、ものがね。だから、本当にいろんなものを見てみて、中国製品を使わないなんて、できないくらい中国に頼りすぎてる。だから、その時に安い商品とかプラスチックが多いもので、まあ、ついつい私もそうなんですけども、ものを大事に しない習慣がここ10年ぐらいついてしまったなっていう。だから、今、子供たちと麦とも話してるんだけど、自分たちで作れるものは自分で作ろうって言いますかね。まさに。道具とか野菜とかね。だけどお金だけに頼らないで、自分で作れるものは自分で作ってみよう。自分でやれるものは自分でやってみよう。まあそういう意味で自己責任を果たそうっていうかね。できる限り、こう、まあそういうよその国やよそのものに頼らないで、まあ、そういうことにこう、気づき始めたんではないかな。あ、思いますね。なんか、英国の首相か、誰か言ってましたね。なんか、海外の、自分の国で技術でできるものを海外に依頼しすぎた。で、安く手に入れすぎて、で、我々はこう、今、すごい困窮してるっていうのは、よその中国や中国製品、まあ、安易に、中国だけじゃないんだけど、安易に安いものを仕入れて、どんどん消費するっていうことに、あれは、行き過ぎてんではないかなっていうようなことで、今経済がストップしてるっていうふうに、なんか、ヨーロッパで作れるものはヨーロッパで作ろうっていう声が上がってきてると聞きましたけどね。うん、私も同じような思いますね。日本で作れるものを、自分たちで作れるものは、自分たちで作っていくってもう一つの、うん、大事な気づきかなと思いますね。先生おっしゃってたように今のそのね、特に先生とか麦彦さんだともうご自身で作るっていうともうさすがと思うんですけど、なんだろう、そのまあ誰でもね、そのさっきのマスク作るのもまたちょっと例え違うかもしれないですけど、何かこうやって自分たちで作ったりっていう意味でもそうですし、なんか僕も今月いろいろ自分でそれこそね、やっぱり買い物とか振り返って、さっきちょうど振り返ってたんですけど、なんかやっぱり物がね、いろいろ手に入んなくなったり、やっぱり今まで以上に節約っていうのもあるんですけど、なんかそのマイナスな意味だけじゃなくて、なんか何かを買おうとか欲しいって思った時に、本当にそれこそ、まあ昔からね、必要なものだけ買ってシンプルに生きるなんていう話ありましたけど、今まではさっきの話なんですけど、いろんなことにかまけて、まあ一回買っちゃおう安いし、みたいに思ってたんですけど、本当に必要なものしか買わなくなりましたね。そしてほとんど買わなくても、まあ生きてるだけで全然いいじゃんみたいな前に、そんな感じになりました。お金かけたものが美しい。とかいいとかいうの思わなくなったんじゃないですかね。そういうものだって、なんか、自分が好きなものを、自分に合うものを、おしゃれも、こう、他人に見せるものじゃなくて、それが、なんか、かっこいいとかいうのは、自分自身の充実感の方に、こう、向けるようになってきたんじゃないかな。うん、
からの頃は、なんか、憧れとか、かっこいいものとか、はい、車の大げさなものがかっこいいという時代があった、求めた時代があったんだけれども、まあ、これを機会になんか、本当に自分が必要として、自分の気持ちに合うもの、他人との比較ではなくて、自分の心の中の充実感に合わせた道具や物や洋服や、いろんなものが、自分にとってかっこいいという思いになってくるのではないかな、という思うんですね。だから、まあそういう意味では、古着を直していったりとか、こう少しこう、毛玉のあるやつも、そこがまた面白いとか。そうですね。うん、なんか、そんな風に、変わってきて、古いものを大事にしたり、そこから自分の好きな形に変えていくとかいう。で、それがまた、着てることがなんか、楽しいというかね。うん、なんかそんな風にして、物や、所有するっていうことに、感覚は、どうですかね、早くも少し薄れてきたんではないかな。薄れてきた、きましたね。そして、本当になんか、本当にそう、なんか必要なものって本当に数少ないんだなっていうのをすごく思いました。ね、もう10分の1もないな、みたいな。うん、そう、洋服も僕持ちすぎてるし、うん、車もそんなにいいもの必要ないもんね。大きなものとか。そうですね。まさにほとんど今乗ってないし。さあ先生、これ、前後編のつもりだったんですけど、すいません。僕もまだまだ先生に伺いたいことがあるので、先生これ、前中後編にしてもいいですか？あ、いいですね。はい。ということで皆様、もう一回続くと思いますので、来週もお楽しみいただければと思うんですが、この番組では皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは北川先生のホームページ、もしくはメールアドレス、北川アットマーク KIQTAS.JP までお寄せください。先生、あれですよね。まあ、まさにこれ毎週のように言ってますけど、今こそ、こう、なかなかね、僕らも表にも出れないですし、先生もね、あんまり直接いろんなリスナーの方の声聞く機会がないでしょうから、まさに質問いただきたいですよね、本当に。はい。で、たくさんね。はい。まだ続いてると思うんですよね。なんかどんな感じでかっていうのは、ぜひね、皆さんからもお便りいただければというふうに思います。ということで、来週も引き続きお話の続きを伺いたいと思います。北川先生、ありがとうございました。ありがとうございました。